P 型エンジンは2003年8月から2013年12月までホンダ技研工業で製造されていた軽自動車用直列3気筒ガソリンエンジンおよび2013年11月に発表され2015年8月から製造されている小型車用ガソリンエンジンである従来の E 型エンジンの後継機にあたりスポーツカー向けのエンジンではなく実用型ではあるが かなりのショートストロークエンジンとなった。これは、軽自動車では車重に比して、エンジンの排気量が小さく、他の乗用車用エンジンよりも高い回転域が乗用されるために、その回転域での効率を重視したためである。ボアピッチは、L 型エンジンと同一の8 0ト、mm、ル旧排気バルブは、それぞれ1個で、タイミングベルトで駆動されるカムシャフトにより、 ロッカーアームを開始開閉される。そのロッカーアームの修道部には、同弁系のフリクションを低減するために、ローラー機構を使用している。点火プラグが対角の位置に2個ずつ取り付けられ、その一つ一つに点火コイルを装着し、エンジン回転や負荷に応じて、最適なタイミングと位相で点火する。シリンダーヘッドの旧、排気ポートは、燃焼室内に、 スワールが形成される形状にし、燃焼速度の向上を図っている。シリンダーブロックはアルミ製で、シリンダーとクランクシャフトの中心軸がオフセットされ、ピストンとシリンダー間の摩擦抵抗の低減を図っている。燃料供給装置は PGM5 仕様のみで、インテークマニホールドの各気筒のポートにインジェクターが取り付けられたマルチポイント式である。 エキゾーストマニホールドがなく、エンジンと三元触媒との間隔を近づけ、冷感時でも早期から排気ガスの浄化を可能にした。後継は S 型エンジン。2013年11月に発表。走りと燃費を両立させる新世代パワートレイン技術、アースドリームズテクノロジーの一つであるビテックターボシリーズの中で、主に小中型車用エンジンとして開発され、 主に、欧州、中国向けに販売される10代目シビックに搭載されている。完全自社設計ではなく、ドイツの技術プロバイダフェブと共同で開発されている。開発経緯から、軽自動車向けの P 型とは関連がなく、DOHC 及び直噴機構の他水冷式 EGR も採用された。P10AP07A、高根秀幸。 人と車店で感じた技術コンサルの存在感。日経クロステック。2020年7月21日閲覧。ありがとうございます。